ツノホコリ類は、アメーボゾアに属する原生生物の一群であり、ツノホコリ族を含む。ツノホコリ族は、変形菌として扱われることが多かったが、原生年菌との類似性も指摘され、これに含めることもあった。2020年現在では、ツノホコリ族は、原生年菌の一部に禁煙であることが明らかとなっており、これらをまとめてツノホコリ砂に分類することが、提唱されている。 ツノホコリズ砂は、おそらく変形均衡の姉妹群である。ツノホコリ族は、不及木状などに肉眼視できる大きさのゼラチン質の、小実体を形成し、その表面に一個ずつ胞子をつけた柄が多数生じる。ツノホコリ族の栄養体は、多角アメーバ体である、大きな変形体である。クラスティステリウムやプロトスポリンジアムは、単細胞性アメーバであり。 殻の先端に数個の胞子をつけた微細な小実体を形成する。角埃属の小実体は円柱状、樹状、または蜂の巣状の半球形であり、ゼラチン質で柔らかい。個々の小実体の大きさは基本的に数ミリメートル程度であるが、普通群生するため目立ち、海上のものは幅20センチメートル以上に達することもある。色は白色のものが多いが、 黄色のものや桃色、青色のものもいる。細胞が液質からなる小実体の表面に多数の柄が生じ、その先端に一個ずつ胞子がつく。胞子は透明から白色、大きさは 60x75m、表面は平滑である。このように、角誇り属は胞子を改正する点で、典型的な変形菌とは大きく異なるの中に多数の胞子を内生する。 そのため、角コリ族の個実体は、単子体とも呼ばれる。1A 角コリの個実体1ビット、角コリの個実体 1C 角コリの個実体 1D 角誇りの個実体拡大像に、角コリの個実体、柄を伴う胞子を示す、表面拡大図、胞子の発芽から8細胞器の過程。角コリ族の胞子は、形成過程では単角であるが、 後に連続した核分裂によって四角になる。この過程は原数分裂であると考えられている。胞子は早落ち性であり、風散布される。胞子から発芽した四角の細胞は、一回の核分裂とそれに続く細胞質分裂を経て8、細胞を形成する。この細胞は弁毛細胞であるが、弁毛を失ってアメーバ細胞になることもある。 弁毛細胞はおそらく配偶子として機能し、融合して接合子となる。接合子は細胞質分裂を伴わない核分裂を繰り返して変形体に発達すると考えられているが、その過程は明らかではない。変形体は網状で薄く透明、または白色、比較的大きい。変形菌に典型的な逆転する原形質流動は示さない。 変形体は細菌などを捕食性で成長し、やがて小実体を形成する。3A 角誇りの弁網、アメーバ細胞3ビット、角誇りの変形体 3C 角誇りの変形体 3D 角誇りの未熟死実体クラスティステリウムやプロトスポリンジアムの小実体は非常に微小であり、1個の柄と数個の胞子のみからなる。クラスティステリウムの柄は、基部と上部の二部構造からなり、 湾曲した上部が膨張、破裂することで胞子を射出する。胞子は、普通2個が並列、発芽して分裂し、それぞれ弁毛細胞を2個形成する。細胞はすぐに弁毛を失い、単核、または、複数の核を持つ、アメーバ細胞が栄養体になる。プロトスポリンジアムの子実体は時に関節を持ち、胞子は皮肌落ち性、殻の先端にに4個の胞子がつく。 胞子の発芽やアメーバ細胞は、クラスティステリウムに類似している。角ホコリ属とプロトスポリンジアムでは、胞子形成時に、シナプトネマ複合体が観察されており、減水分裂を行っていると考えられている。角ホコリズナでは、胞子は2、または4個の核を持つことが多く、発芽後に、すぐ分裂して、複数の弁毛細胞を形成する。弁毛細胞は、 細胞長端から生じる2本の不等弁毛を持つ。弁毛の規定固定は核に近接しており、弁毛装置において、微小管性弁毛根の R3 は2本の微小管からなる。弁毛細胞の細胞表面は先端が分子した繊維構造で覆われている。弁毛細胞はその後分裂せず、アメーバ細胞になると考えられている。倒木状の角こりの小実体。 ツノホコリ族の個実体は普通普及した倒木場、稀に生木や落葉場に生じる。特にツノホコリは日本を含む世界各地で最も普通に見られる年金である。春から秋に見られるが特に梅雨明けから夏に多い。ツノホコリ族の培養は難しく成功していない。プロトスポリンジアムは普通生木の樹皮場から報告されているが 倒木や枯葉から見つかることもある。クラスティステリウムは稀であり、植物体上の枯葉や落葉から報告されている。ツノホコり族は、古くから知られていた生物であり、大型の変形体を持ち、そこから大型の古実体を形成するため、変形菌に分類されていた。しかし古実体がゼラチン質であり、胞子を改正する点で、他の変形菌とは大きく異なる。そのため、 外製胞子や綱や綱埃ホアコウとして他の変形菌と分けられることが多かった。また1960年代より柄と一数個の胞子のみからなる微小な小実体を形成するアメーバ類である原生年金が認識されるようになった。ツ埃属族の小実体表面には1個の胞子をつけた柄が多数形成されるが、この構成要素は原生年金の小実体に類似しており、 その誇り族は特殊化した原生年金であるとも考えられるようになった。しかし、原生年金は当初から変形菌や玉コリカビ類の祖先的な生物群として考えられており、単系統群であると考えられていたわけではない。アメーバ細胞の形態や微細構造学的特徴から、原生年金はいくつかの系統群に分けられると考えられていたが、 そのうちツマホコリ族はプロトスポリンジアムやクラスティステリウムと共に系統群を構成していると考えられ、この系統群はグループバと呼ばれていた。形態形質からは原生年金の中でグループバが変形菌に最も近縁であることが示唆されていた。その後、2010年以降の分子系統学的研究より原生年金が 複数の系統群からなることが確認され、そのうち、グループ場が、変形菌の姉妹群であることが示された。この系統群に対しては、プロトスポランギウム目の名が与えられていたが、角コリ族を合わせて角誇り綱、角コリ目に分類することが提唱されている。2017年現在、角リズナには三族九種が知られる。ありがとうございます。